はい、九州ツーリング3日目の朝です。今私は福岡県の久留米市にいます。今からですね、山並ハイウェイをまず目指します。そして阿蘇と高千穂などをね経由して、今日はね鹿児島まで行く予定です。はい、では行きましょう。東西南北の先っぽ、自衛隊の施設への訪問はなく、景勝地を訪問しながら鹿児島まで行く予定。まずは山並ハイウェイを南に下って、九十連山を望むことができる長者原へ向かう。九十までは時間短縮のため九州横断自動車道を使う。
付近の山並みハイウェイとミルクロードは超絶景、何度でも走りたい道だよ。天気は快晴とまではいかないが、まずまず良い。空気は澄んでいるので良い景色が撮影できそうだね。ここはオートバイは止めやすく、とてもありがたい。展望台へも徒歩で10分以内で行くことができる。さすがに多くのオートバイが止まっている。大観望には2回目の訪問となる。今回はどんな景色が見れるだろう。撮影できる場所があるので、そこから撮影を試みてみる。